えー、今年のコンペテーマは「パラレルユニバース」になりましたで僕は常々、ね、こう割と乗り物が好きで若い頃から、まあ、車も好きなんですけどあのここ数年なんかこういろんなモビリティに興味があってあの、まあ、車以外、えー、どんな可能性があるんだろうと思ったりしててふ、まあ、普段自分でも自転車に乗ったりしてるんですけどあのこう 範囲とか、まあ、こう車っていうのはこう馬から来ててで、まあ、個人で自由に、えー、徒歩ではありえない距離を移動できるっていう手段として、まあ、馬とか車ってのは生まれたんだけど、まあ、ただそのうちそれがこう産業になってで、まあ、産業にとどまらずいろんなこう人間の。 まあ欲望とか、はあ、そういうものがこう付随して車の市場っていうのができていてでそれを割と人類みんなあの普遍的なものだと思って受け入れていてでまあここあのどうなったろう5年とかで電気化をしなきゃいけないとかっていう動きが出てきたわけなんだけれどあのそもそも車がなぜ4人乗りじゃなきゃいけないのかとか。 5人乗りじゃゃななきいいけないのかとかとみたいなところにはあの議論が及ばないっていうのがすごく不思議に思っていたりしていてでこういう捉え方って多分建築でもできるのではないかなと思っていてで今回のテーマは皆さんには建築にとどまらずあの人類の社会自体からもう一度こう まあ再興するっていうか、まあ、想像し直してもらってでそこであの考えうるパラレルユニバースで、えー、想像しうる何かをあの、まあ、具体的に見せてもらえると僕らとしても課題を出した意味があるしあのおそらく見ていて楽しい審査になるのではないかなと考えてます、えー、非常に期待しております頑張ってください以上です